国会では岸田総理大臣の施政方針演説に対する各党の代表質問が今日午後から始まり、立憲民主党の泉代表はいわゆる防衛増税をめぐり衆議院の解散を迫る見通しです。衆議院本会議での質問で先頭に立つ泉代表は、政府の安全保障政策の転換や防衛増税について国民に信を問うべきだとして解散総選挙を迫ります。さらに岸田総理が最重要課題と位置づけた子ども・子育て支援についても防衛増税をはぐらかすものではないかと追及する見通しです。一方、自民党からは茂木幹事長が質問に立ち、少子化対策に対する総理の決意などを尋ねる見込みです。代表質問は参議院も含めあさってまで行われます。